今回は「玄米炊くなら圧力鍋」というテーマでお送りしたいと思いますその中でですねあの玄米に毒があるとかいうちょっと怖い話があったりしますそれについても、えー、ちゃんとエビデンスがある話だけきちっとあのまとめて、えー、皆さんにお伝えしていきたいと思います。今ですね、えー、こちらではあの玄米あの炊いてます。 えこれはまあ普通の炊飯器ですけれどもねえ6時間浸水させてでそれからあの炊飯器に入れてえ炊いてるんですねまだあとあの炊き上がるのにですね40分ほど <laughs> かかるということでえまあ大体2時間ぐらいかかるんですよ。ですから合計でえ8時間以上かかるんですね。玄米炊くくのにに一般的にすごく まず時間がかかるということがあります。で、まあ、これはあの僕がいつも玄米を炊くときに使っているあの圧力鍋なんですけれども、これで炊くとすごく早くできます。ではこれからですね、この圧力鍋で玄米を炊いていきます。はい。 今だいたい10分ぐらい経ったところなんですけれどもね、えー、そろそろあの圧がかかってきましたので、えー、火をここで一旦弱めますね。でこの状態から10分、えー、圧をかけていきます。はい、はい、10分になりましたので火を止めました。えー、この状態で、えー、あとはあの圧が下がるまで。 しばらく自然放置になりますねはい。圧力鍋の圧が抜けるまで、えー、しばらく時間がありますので、えー、その時間に玄米の毒についてお話をしていきたいと思います、えー、まずこちらを見ていただきたいんですけれども、えー、玄米の毒として、えー、まあ、よく言われている物質がこちらですまず一番最初アブシシン酸についてお話をしたいと思います アブシ酸とは植物ホルモンの一種で植物がストレスを受けると細胞内で合成されます。植物が乾燥にさらされると気候を閉じて水分の消失を防ぎます。玄米の場合は休眠状態を維持するために働きます。まあ、そういうものですね。はいで、えー、次はですね。こちらなんですけれども。 こちらはアブシシン酸について人の健康を損なう恐れがないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質として定める評価書ですこれはですねアブシシン酸の性質を利用してブドウのアントシアニンを増やして着色を良くするという農薬を作る時のために作られたものなんですね。 えーはいでまあ、このようにですね、まあ、いろんな試験をしてアブシシンさんの安全性が確認されていくんですけれどもねこの中でですねアブシシンさんの食品を経由した暴露により問題となる毒性所見は認められなかったはい、まあ、毒性はないということですね、はい、でまたアブシシンさんは植物ホルモンの一種であり 植物体内に分布しておりすでに広く摂取されているということですあアブシシさんっていろんな植物に入ってるんですねですので、えー、もうすでに摂取されているもう食べちゃってるってことですこのですね評価書の一番最後のところにあのこのような表が出ていましてねアブシシさんいろこれ見るとねいろんな植物に含まれているんですね まあ一番上にあのまあ米とありますけどね。まあ確かにあの米はあの濃度で見ますとね。あの大きいんですけれどもね。ブロッコリーなんていうのはありますね。でブロッコリー結構濃度高いですね。あの最大のところが二点五なってますから。あの米よりもブロッコリー結構いっぱい入っているわけですね。であと柑橘類には結構入ってますね。まあトウモロコシとかあのトマト。 玉ねぎ、まあ、ここらへんに入ってますんでね、あのー、まあもう食べちゃってるということでございます。今度はフィチン酸についてお話をしたいと思います。フ、え、ィ、ー、チン酸はリン酸化合物でリンの貯蔵形態としてほとんどの植物に含まれています。はい、えー。キレート作用が強く、このキレート作用、このキレートっていうのはあのカニのハサミのことですね。えー、で あのキレート作用が強く、えー、多くの金属イオンと強く結合するため、まあ、カニのハサミが、まあ、多くの金属イオンをですねこう挟んでこう掴んじゃうまあそういうあの性質があります。でフィチン酸がミネラルの吸収を、まあ掴んじゃってるんでそのままこうミネラルの吸収を妨げるとされてきました。ただこの考考ええ方方はもう古い考え方なんですねで 今はですね、えー、バランスの取れた食事をしている場合はそのような悪影響はないとされています。はい。で、えー、こちらなんですけれどね、えっ、ー、とフードサイエンスというアメリカの科学雑誌に掲載された論文です。バランスの取れた食事をしている場合、フィチン酸がミネラルの吸収を阻害するというエビデンスはほとんどないということなんですね。はい。 で次はこちらです。はい、えこれはですね、えー、日本通風尿酸拡散学会という学会があるんですね。でここの学会誌に掲載された論文で、フィチン酸飲料の安全性評価というものです。健常者がフィチン酸含有飲料を十二週間継続摂取してもミネラル関連指標を含む安全性に問題がない。 と結論つけていますね。はい、フィチン酸とってもミネラルのですね、吸収を妨げるというようなことはありませんよということですね。実はですね、このフィチン酸なんですけれども、今やあのサプリメントや健康食品、食品添加物、化粧品にも使われてます。次はですね、えー、玄米を圧力鍋で炊くとアクリルアミドが出る。 という問題です。ま今日はあのゲゲマ圧力鍋で炊いてるので、これ非常にですねあの気になるところなんですけれどもね。さてこのアクリルアミドって何,何かと言いますとね、人に対して神経毒性や発ガン性があると考えられていて、温度が120度以上になるとできるということですね。でこのことについて、えー、農林水産省のホームページに。 加圧調理がアクリルアミド生成に及ぼす影響の検証。という報告書がありました。加圧調理は玄米炊飯時のアクリルアミド生成量に増加の影響を与えうるが。現実的な加圧調理条件では。単独で突出して、寄与の高い要因ではなく。調理器具の種類や炊飯時の水量など。 他のの複数の要因が影響をを与えていることを明らかにしたアクリルアミドを低減するために加圧調理を下げることはコントロールされない他の要因の存在により十分な効果が期待できないため推奨できない。ということで、えー、よかったです。加圧調理、まあ、圧力鍋で炊いても大丈夫次は残留農薬の問題ですね。これはね結構昔から あの玄米に関してですね言われてました。でその玄米のそのぬかの部分にこの薬が残ってる。まあ、そんな風にま言われてきたわけですけれどもね。こちらはあのご覧ください。これはですね米玄米に残留する農薬の調理による減少についてというレポートです。10年間にわたって玄米を150検体 調べたそうですそうしましたら18種類の農薬が検出された,ということですただ食品衛生法の基準値を超えて農薬が残留していたものはなくその濃度は0.001から 0.05ppm 程度で法律で定められている基準に対しての割合が平均7%。 と非常に低いものだったということで、安全性には特に問題がないということです。あですからま、まあの実際に残留農薬はあることはあるんです。けれども、非常に低いということで、安全性には問題ないということで、まあ、安心してもらっていいと思いますね。はい。 えー、ゲマイの、えー、こちらの圧力鍋の方がですね、えー、圧があ抜けたようですので開けてみたいと思います、ねえー、圧が抜けるまでに、えー、25分かかりました炊くところで20分ですからね45分かかったわけですねはい、開けてみますはすごく美味しそうに炊けてます はいえー、っとじゃあちょっとあのあいやほんとね圧力鍋で炊くとほんとのあの炊き上がりがねほんと味しそうなんですよ。はい はいちょっと前にですねこちらの、えー、炊飯器の方はもう炊けてたんですけれどもねはいじゃあちょっとこちらの方も、えー、これから食べますのでね開けてみますはいまああの同じ玄米で、えー、炊いてるんですけれどもねもう明らかにあの炊き上がった時にまず色からして全然違うんですよ、まあ、こちらはあの6時間浸水させて でそれから、えー、2時間以上かけて、まあ、炊いた、まあ本当にあの大変な一仕事ですけどねまずじゃすこの玄米のですね甘みがまず感じられるのとあのちょっともちもち感とか。 なんか滑らかなですね。舌触りですとかね。あのそういったものが感じられます。あの、本当にね。美味しいです。まあ僕一番好きなのは、この炊き立てのまあ玄米が一番好きですね。あの、前回の時のあの玄米の炊き方で、まあ,あの少し寝かせた方が美味しいというような話をさせていただいたんですけれどもね。まあ僕は個人的にはこの炊きたてのこの何とも言えない。あのー。 まあ食べてみてください。ぜひね、本当に美味しいです、はい。次はですね。こちらの、あの炊飯器で炊いた。もう本当に長い時間かけて。炊いた本、あの、本当に大変な労作です。はい。食べてみます。はい、まずですね、えー。食べた時に。まあ。 こちらの,その圧力鍋で炊いた方はもう最初にその玄米の甘さがまず伝わってこないですねな滑らかな舌触りみたいなものがまあ残念ながらないというところで柔らかさに関しては柔らかいんですよ確かに。だけど圧力鍋の方は 滑らかなその舌触りの中でう柔らかいでその中に甘みがあるんですよで今あの食べてみて思ったんですけれどもねあの確かに甘みがあることはあるんですでも玄米あの圧力鍋の方と比べるともう,もう全然違いますねあの圧力鍋の方が甘みがかなり強く出てます はいえー、今日はですね、えー、圧力鍋と普通の炊飯器で、えー、玄米を炊き比べてみました炊、あのーまあ、炊飯器で炊いてみても、まああのー、意外とおいしく炊けるなっていう印象はあったんですけれどもねただ、あのー、比べてみるとこの圧力鍋がですねいかに、えー、玄米にこう向いているか、あのー、ということが、まあ、よくわかりましたね。まあ あのまあ、おうちにですねあの圧力鍋なかったらいい炊飯あの圧力鍋がいっぱいあの出てますからそれを買ってですね、えー、それであの玄米炊くと本当にね美味しく炊けるのであのこれからあの玄米にチャレンジしたいという方はあの,ぜひあの圧力鍋お試しになってください。はい、ということで、えー、今日は最後まで見てくださいましてありがとうございました。 えまたですね、あのー、皆さんに、えー、役に立つ情報をお届けしたいと思いますのでまた見に来てやってください。じゃあまた